誰かを忘れさせらず、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。もともと肌がすごくデリケートというか弱くて乾燥肌なんですね。なので洗いすぎない方がいいというふうに美容専門の方が聞いたので、それを実践したら、すごくコンディションがいいんですよね。使ってません。こういう会見であるとか、ドラマ映画の時は当然ファンデーションを塗るんですけれども、メイクを落としてシャワーを浴びて、もうそのままですね、洗顔料とか一切使わないです。本当ですよね。なぜっていうのは多分理由があってないようなもんだと思うんですけれども、コンサートをやろうっていう計画は今まで何度もあったんですね。で、一番それが具現化していたのが、2011年の時だったんですけれども、その時もやっぱりアクシデントがあったものですから、来れなかったという。で、今回はこうやって映画というものを持ってこれたんですけれども、実はということもないですけど、僕自身主演映画というものがまだ3本しかなくてですね、ガリレオの映画2本、そしてこの後公開されるカンヌで賞をいただいた映画が1本と、それしかないので、もっと本当に主演映画をたくさんやっていればもっと早い段階で来れただろうし、結果このタイミングになったとしか言いようがないんですよね。はい、映画真夏の方程式、ガリレオシリーズとしては第2弾の映画となっていまして、この映画は家族がお互いを思い合う、愛の物語、そして、お互いを支え、守り合うというストーリー、それとですね、もう一つは人間と自然との関係、人間が自然を守り、人間は自然から守られているという、守るというものが一つのテーマになっております。ぜひともですね、皆さんにとって守るべきものは何なのか、守りたいものは何なのか、そして自分は何から守られて生きているのか、そんなことを感じながらこの映画を見ていただければと思っております。そして、また近いうちに必ずですね、この対話戻ってきたいと思います。その時は、ひょっとしたらもう一本の映画かもしれませんけれども、また音楽の方でこの対話に戻ってこれればと思っています。その時にまたお会いしましょう。本日はどうもありがとうございました。